けますクッキング、今日やる料理はね、じゃあもやし買ってきました。これビッグエで20円ね、一袋で、あとこれもすごい安いんだけど油揚げで、これだけでもうめちゃめちゃ美味しいあのおつまみやりますね。はい、調理スタート。はい、じゃあ早速やっていきますか。これもやし一袋ね、で、あとこれ5枚入ってんだけど、まあ、3枚ぐらいでいいかな。ちょっと全部だとちょっと多いかもしれないね。じゃあそれでやっていきたいと思います。よし、じゃあ早速美味しいのをやっていきますよ。はい、じゃあ早速やっていきますか。こんな感じでね、これは安くていいつまみっすよ。もう笑っちゃうぐらい簡単だしね。こういう感じで、まあ、いつも通りパンパンパンして、こう少しね、こう余計な油取って、そしたらこの油揚げちゃんはまあ適当な大きさでいいよね。あのこうやってこう真ん中ポン一歩入れて、こんな感じで 1センチぐらいかな感じで、こんな感じで切って、はい、もうこれで準備 OK です。そしたらね、今日はもう何が肝かって言ったらタレなんですけど、あまりにもちょっと簡単なタレなんで笑っちゃうんだけど、まあね、結局ね、今日はこのポン酢とマヨネーズだけですね、基本的には。でちょっととね、ピリ辛入れたかったら一味とかまあ入れるけど、まあ基本的にこれだけで大丈夫です。で、いきますよ。まずね、ポン酢ね。はい、ポン酢大さじ2杯。はい。そしたら、マヨネーズ。うん。大体でいいんで、その、大さじ2杯。で、基本的になんとこれだけです。で、同割りね、ポン酢2杯だったら、マヨネーズも2杯。で、こんな感じで溶けてねえ感じに見えるけど、これでもう全然十分です。 OK です。あとはお好みで、基本ねこれだけでいいですよ。なんであとはその自分の好き好きやってほしいんだけど、お子さんがいる場合はこれだけで やったらもう全部ねあれなんで、でこうたま、まあこんな感じでちょっと一味入れてもいいんだけど、まあ基本のことを教えると、これを1対1で混ぜるってことが重要です。はい、それに辛味が欲しかったら一味とか、ブラックペーパー入れてもいいよ。はい、まあこんな状態でね、これで OK です。はい、よし、じゃあ早速やっていきます。そしたらね、まずフライパンに油揚げ入れて、でまあパラ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 やっていきます。ほんでね、少し香ばしさ出すために少し焦げ目入れる。いやー、もう今日の料理は簡単なんだけど美味しいですからね。最初ね、これ入れて動かさないでね、ただこう少しこう香ばしさ出してるだけなんで、その香ばしい香りっていうのが、うん、美味しさの元なんで、ここで少しだけね香ばしさ出すために動かさないでください。はい、ちょっとするとこんな感じでね、軽くこういうふうにこうね、それこそきつね色にこうやってこう少しこう香ばしさが出る。この香り出すために最初ね少しだけ我慢して、で少しパリパリになっています。まあでもね、これ結局はこのパリパリ感っていうのはちょっとね、まあ最後合わせちゃって水分でパリパリは抜けてくるんだけど、この香ばしさは香りとして残るんで、それを生かすために最初ね、これで少し空入りして、これでね十分ね、ちょっとね香ばしさが出ました。はい、そしたら、はい、ここに20円のもやしね、よいしょ、これもパーン入れます。よいしょ。で、これなんかいつも洗わなくて大丈夫なんですかって質問くんですけど、僕はね洗わなくてもやしに関しては大丈夫だと思ってます。で、ちょっと気になる方はね、しっかりお水で洗うのもいいかと思います。いや、そうするとね、でもちょっとね水っぽくなりすぎんだよね。なんで僕は基本的には洗わないですけど、気になる人はちゃんと洗ってくださいね。はい、そしたらこういう感じでちょっとね空炒りして、でも油はもう本当に全然使ってないんだけど、このちょっとした油揚げの油で十分こうもやしにも油が入ってるんですけど、はい、このような状態です。でちょっと熱入れたら、さっきのタレね、これ今こうやってマヨネーズ分離してるような状態だけど、これは熱が入れば自然とここに馴染んできちゃいます。なんで全然これ平気ですよ、この状態で。これ入れます。じゃあね、もったいないから、そしたらこの塩分でどん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 もやしから水分が出てきます。で、これでマヨネーズの入ってるその油分でしっかりね、これがもうしっとりで、ポン酢の爽やかさが相まって、これがしっかり味が入ってきますんで、もうめちゃめちゃ簡単です。はい、こんな感じでもうしっかり入れ上げちゃってください。そうするとね、最終的にこう水分全くない状態で、もう言ったらこのなんていうのかな、もやしが水分が抜けてさらにこうパリパリするんですよ。こ
この言ったらこうもやしのきんぴらみたいな状態になるんですけど、こんなような状態になったらもうあのもやしの水分が抜けて全く水分がない、こういう状態、ここまで入れ上げちゃってくださいね。でここまで入れ上げたらはいもう完成です。そしたらこれで最後の最後にごま油ね、少しこうやってごま油、これで香りつけて、はいはい、これで完成となります。はい、でそしたらね、はい、出来上がったもやし油煮ちゃんをこうやって器に盛り付けて、はい、こんな感じで器に盛り付けて、これまあなくてもいいんだけど、あったらこう色付けで小ネギなんかね、あったらこうチラチラと散らしたり、よいしょ、はい、こんな感じで完成しました。今日の簡単料理ね、もやしと油揚げのアジポンマヨきんぴらの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よしゃね、早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。どうですかこの感じ、笑っちゃうよねこの見た目。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイトーン、皆さんお疲れ様でした、乾杯。あー美味しい、もうめっちゃ美味しいってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、いただきます。よー、じゃあ早速食べてみましょう。この感じ、もやしの水分は全く出てない、完全に入り上げたこの感じなんだけど、あの油揚げのこのなんつうかな、油分とあのものすごいバランスですよ。いただきます。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しいこれね、ほんとね、皆さん味の想像つかないと思うんだけど、なかなかのおつな味ですよ。ポン酢とマヨ1対1のこの割合はすごくね、何にでも一応合うっては合うんだけど、これをこのもやしと油揚げでこう入れ上げることによって、すごくね、このもやしはその余計な水分全部飛ばしてるんでパリパリです。でそのマヨネーズがやっぱその肝で、マヨネーズの油分とコクでこうなんていうのかな、普通の油を全く使ってないんだけどコク深い味になってる。うん、パリパリしてんのに油揚げがあるんでこってりもしてる、なんともその中間のなんともこう言えないおつなつまみですねこれは。うん、これは本当やってもらいたいな。ポイントはね、お皿に盛り付けても全然こう汁が垂れないぐらい圧倒的にしっかり入れ上げることです。でそうすることによってこの香ばしさとパリパリ具合が増しますんで、このバランスが本当非常に面白いので、でまずこの料理何がすごいって、まあすごいお安いっすよね。油揚げ3枚とあの20円の、ね、もやしだけですごくおつな感じでできますので、ぜひね一回これ騙されたと思ってやってみてください。でこの作ったのを実際食べたら、必ずなんじゃこりゃうまいなーって思う、あの絶対言いますから。皆さんこのね、安くて、美味しいこのねもやしと油揚げのこのコンビネーションのこの摩訶不思議なこのおつまみ、ぜひやってみてくださいってことで、今日のこの簡単料理ね、研磨式超簡単、もやしと、油揚げの、ポン酢マヨきんぴら、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。